Thank you.
では今日はこの辺で。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。最初に曲がっていたのはこの一匹だけだったのに、成長するに従って尾っぽの曲がったお玉さんが大量発生。少し曲がってる。こっちも少し曲がってる。ちょっとずつみんな曲がってるんです。なぜだ。これはどう処理したらいいのかな。これは一応 B 級になるのかな。1匹2匹興味本位で育てようと思ったけど、今の段階で12匹います。ちょっとこんなにいっぱいいらない。足の生えてない子は飼育していこうと思います。困ったね。普通のカエルさんになれればいいんだけど、あまりにも曲がっていたら難しいよね。ちょうどなんか根元のところがふいってなるよね。どうなんだろう、大丈夫そうな。これ怪しいよね。絶対曲がりそうな感じだよね。どうなんだろう。とりあえずバケツの中で観察していきます。以上です。